池森チャンネルオープン。今回は超簡単ソーキつけそば作ります。まあ早速じゃあ材料をね、本当に簡単なんだから、今回沖縄そばみたいにラフテーは使いません。じゃあもう豚バラでいいんです。豚バラ肉はで、また生姜をね、まあちょっと焼くんだけど、また豚バラをつゆ作る前に、その時にこの工程はね、ちょっとラフテーと同じに皮ついたまま生姜、まあ今日4人前作るんだけど、3、4枚これ出します。また食べる時にね、よし、こうしときましょう。じゃあトッピング用の万能ネギ置きます。そうなんだ。だこのソーキそばのつけつゆの底に、底っていうか池森システムの鰹節も置くんだけど、鰹節とネギをみじんね、したやつをね置いとくんですよ。でできたスープをのせる。で最後にはもちろん万能ネギを。ゆっくりと、多分しなそばはね、本当に細かくみじん切りになってます。で今回はざっくりじゃなくてみじん切りします。本当に食感もこうなんか麺に絡まってね、美味しいです。それとこのぐらいにしっかりみじん切りします。水にさらします。いやこれね、これいいっすよ、マジでやばい。よし、肉を切ります。2人前 780g、 まあ4人前なんで、まあいやその倍なんだけど、でこれをこのぐらいだな。あと豚バラってどういうとこがいいでしょ、ケンさん、どこ身近なさ食材で。うん、あと沖縄ってほら沖縄豚があるからさ、うまいじゃん、アグー豚ね。それでは調理開始。さあここフライパンにサラダ油、これ大さじ2、4人前いきますから、はい、でここに豚バラを入れます。豚バラをね炒めます。肉はちょっとこう雰囲気で、雰囲気で、でも味が沖縄そばのつゆの味となんかつけ麺の間みたいな。これあでここにね生姜入れちゃってください。皮もは、はい。じゃあ以前リクエストサラダそば、それで煮つけたのそばも、おー、軽く塩コショウ。2021年下半期は豆乳と黒だしで、まあこのぐらいでいいです。でここに2人前400なんで800入れます。もうやっ、あそう、高級ハンズ。でここにあっと、そうちょっと油を取ります。まあそんなに出てませんけど、まあ一応ねこうアクは軽く取ってください。こういうちょっとしたね、一点がまたまさに繋がりますから。さあここに本だし、これを使わないと沖縄のそばのつゆにはなりません、はい、これをドサッと。それで白だし、じゃん、これを大さじ2、4人前ね、
大さじ2と小さじ2。うん、来たでしょ。でこれでもうつゆはもう本だしと味付けね、本だしと白だしだけで、ここの辺でもうネギと生姜も引き上げます。引き上げちゃう、4枚入れたような感じかな。さあこれでソーキつけそばのつゆは完成。乾麺入れます。ではじゃーん、さらしな、爽やかさらしな、うん、どうさ、5分、はい、スタート。じゃーん、かつお節、またこれ池盛りシステムチンしちゃいます。レンジ2分、はい、はい、 OK。 どうぞ、カモン。よし、しっかり水を切って、さあ早速盛り付け開始。かつお節をこう潰す前に、はい、手必ず乾燥させておいてください。やっぱ作業してて濡れるじゃん、はい、濡れたままやったらね、あれもう全く意味なくなっちゃうから、これ手は絶対、あの俺も今若干濡れてんの、これ今そば、はい、あの洗ったから、これちょっとちゃんとこう、いやー、冷静になって、これを気持ちいいっす。パラッパラに鰹節 100% の魚粉、これね、この場合結構細かくします。で、まあ小さじ、まあこのぐらい。で、ここに、刻みネギ、みじん切りにした白ネギを入れます。乾麺を。じゃん。いや、これ皆さんどうすか？この皿、キャレオツでしょ、これ。さあ、スープをここに、まあ、200cc、 このぐらいかな、200。そしてここに万能ネギを、もうなんかもう俺おしゃれすぎて困った。超簡単ソーキつけそば完成。いただきます。さあつゆをたくさん混ぜてのさらしなで、もうあのさ、もう まずいわけないよね。そうですね、そもそもてうまいしかないんだもん、本当に。なんていうかね、複雑なの。山もちろんほらつけそばだから濃いめにしてるからね、そのせいなのか、かつお節のせいなのか、サラダ油なのか、なんかね、すごい複雑な味に感じちゃうの。笑う。マジで笑うしかない。うまそうじゃん。うん。でもちろん、大事な辛味調味料。池村も本当にね、辛味大好きだから、このこれぶすを、ちょっと。これですね、またこれ、ね、味変楽しんでもらいたいの、みんなに。ちょっとずつ入れて、で、どんどんあのほらつゆがさ、あの麺から水分出てるから少し薄くなるじゃん。そしたら今度また幸せの出汁が登場みたいなさ。
やばい、秒でなくなってきた。うん、おめでとう。さあ、いつものように最後はそば湯をこれで締めると。さあ、いただきます。なんか沖縄沖縄してないんですよ。これがなんかね、俺新しい世界だなと思って、単純に俺沖縄そばをもうちょっと手軽にと思ってやってみたんだけど、まあもちろん高齢グッズ入れて初めて、あ、やっぱソーキそばの感じだみたいにはなるんだけど、なんかね、何が操作してんのか、だって材料同じだからさ、だから本当にこうつけ麺としてこう、あの具材も別に、あ、いわゆる生姜とかかまぼことかなしで、はい、あの完結 したいってさ、すごい見事にね、うん、うまいんだなぁ。いやということで皆さん、ぜひ、超簡単ソーキつけそば試してみてください。さらしなそばで。池森チャンネルのグッドボタンとチャンネル登録、皆さんよろしくお願いします。ではまた次の動画で、閉店。